これから7回マリーンズの攻撃です。そしてバファローズはピッチャーが変わります。背番号28小宮山が2番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。バッターボックスは6番藤原。先ほどの打席はファーストゴロ、併殺打となってしまいました。バファローズリードで迎える7回です。ファウルになります。見逃して三振になります。ワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、小技もありますからセーフティーバントなんかも警戒しておきたいですね。ああなるほど、やはりバッターの特徴をついた攻め方ということですね。ここもファウルです。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは8番松川。ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。いいボールですね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。ノーボールツーストライク。三振です。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。際どいコースに投げ込んできました。三振です。サニさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。いいボールですね。インローへキレのある変化球が決まっています。あっという間に2ストライクです。ワンボール2ストライクです。見逃して三振です。まず一つアウトを取りました。ご覧いただきましょう。最後は得意のボールで見逃し三振を奪いました。いいとこ投げてきますね。打順はトップに帰って荻野。今日はまだ当たりがありません。富山、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライクです。インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。高めのボール、福田、ツーアウトになりました。バッターは2番中村。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、最後は空振り三振に倒れています。ツーアウトランナーありません。落ちる球を持ってきました。ボール先行です。外に決まりました。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、低めストレート変化球空振り、スリーアウトチェンジ。小宮山さん、点差もないことですし、この場面のピッチング非常に緊張感のある勝負になりそうですね。そうですね、まあ、ただもう抑えだということですから、全て任せるということですよね。ベンチの期待に応え、見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者のウロンコ。今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。富山、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これもファウル。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあそうですね、やはり長打は避けたいですから、高めを少し見せつつも要所は低めを攻めることになりますね。なるほど、バッテリーもそういった配球で来るでしょうか。いいコースだったんですけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。引っ張った、弾き返した打球はレフトへ。ここは打ち上げています。外野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。